総統集間山寺と立山寺温泉街立山寺は、静岡県浜松市西区にある、総統州の寺院及びその周辺の地名。810年に、空海によって創建されたと伝えられる古刹で、秋葉山秋葉寺の末寺、あたご神社を併設する。本尊は、国造菩薩、珍珠として、秋葉三尺坊大権元を祀る。毎年12月15日に、 火祭りが行われ、土俵の後に日渡りを行う。一般参列者も日渡りに参加できる。一級総順への母からの手紙を所蔵している。門前の温泉街を突き当たりまで進み階段を上がったところに、立山寺とあたこ神社の本堂、社殿があり、その背後には浜名湖に面して立山という定山を抱える歩道が整備されている。この山の中に、 主事の見どころが点在する。日本静岡県浜松市西区、立山寺町、浜名湖の北東岸、省内半島に位置し、呉松町の大草山との間に内浦湾を要する。浜松、浜名湖周辺の観光の拠点となっており、毎年夏には立山寺温泉灯籠流し花火大会が開催される。2004年には近隣の村口町にて、 浜名湖花博が開催され、観光の拠点として、賑わいを見せた。立山寺温泉の開け湯は1958年で、温泉は疲労回復、神経痛、冷え症に効果がある。2018年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 日本郵便庁内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。